吉谷さん、いろんな商売のやり方あるもんですね。いや、やっぱ吉谷さんはね、吉谷さんらしいやり方をやってるのかなと思いますし、まあそういうところをね、私も見習って、吉谷さんのようにやるんではなくて、私が、一番ね、自分らしく、私にマッチした売り方を、まあ模索したというか、今のところそれが、まあ隠居というね、やり方なのかなと思いますし、広島ナンバーワンというね、言った時期も懐かしいですね。あの頃は結構ね、ギラギラしていたというか、売り込みまくり満タンということで、そして私のところに集まってくる方も買う気満々みたいなことではなかったのかなと思います。そうなんですよね、私はビジネスマンですから、人を集めた時って必ずセールスがある、それは前提として皆さん来ていただいたんではなかったかなと思うんですよね。で、逆に言うと今商品をそれほど積極的に売ってないですから、これがいくらですよ、あれがいくらですよっていうのはもしかしたらちょっと違和感を感じるのかもしれませんね。まあでもその中でもね、やっぱり私もまっすぐ言えばですね、物は売れてますし、やっぱりこうこっそりと売ってるんですよね。こっそりとってどういうことかって言ったら、会話の節々に商品があることをちゃんと伝えていって、弱々しくではないんですけどもね、これがあるとどうなるかってことを、まあ、匂わすような会話の作り方を無意識にしてるんだろうなと思います。うん、まあ、その上でもね、信頼して、私のところに来てくださる方、そして真剣にね、取り組んでくださる方、私は簡単に儲かるなんて全然思わないです。ただ、楽しく、その、なんですかね、修行時代を楽しく暮らすことはできると思うんですよ。これを克服したら次の段階だぞと、この克服したら自分ももしかしたら、ああいう風になれるかもしれない、こういう風になれるかもしれない、これが売れるかもしれない、買った人が喜ぶかもしれない、そういう風なドキドキワクワクをね、重ねて、商売っていうのはできるのかなと思いますよね。それは販売者もそうですし、購入者もそうだと思うんですよ。いろんな夢や希望とかね、そういったものをいろいろ考えてどれにしようかなと選んでるんだと思うんですよね。で、その反面ね、私ちょっとね、10年前とか5年前に購入した本で、この3つを今日は紹介しようと思うんですよ。1つはね、 NHK から出ている、これ十数年前に買ったんですけども、35歳を救えというやつですね。当時私も35歳前後だったんで、ちょうどね、私自身に向けたメッセージかなと思いました。これはどういうことかっていうと、ロスジェネ世代ですね、今でいう。そういった氷河期世代が30半ばになってね、未だになかなか定職にもつけずに、いわゆるチャンスをね、なかなかつかめずにいると。それは本人のせいでないところが多いと。この世の中の制度とかにもちゃんと、ケアする必要があるんではないかなってことも込みで、こういうメッセージが送られているのかなと思います。これね、非常に生々しくって、この中 で語られている35歳、当時35歳、今で言うと45歳ぐらいになっていると思いますけども、その方たちの一人一人の暮らしっていうのはまさにね、地平道白ような状態でした。そして情報を取るところっていうのも、やっぱりね、旧世代型というか、インターネットを活用してどうこうって話はあんまり出てこなかったと思います。で、その中で私は、十数年前ですから、インターネットってものがまだね、今ほど普及してないし、スマホも今ほどではないですし、それからインターネット回線もあんまり良くないです。でもその中でそれでも逆転を目指すために、私は新しい、メソッドとしてね、インターネットっていうものをこう見出していったのかなと思います。まあ、もともとインターネットっていうのは無料で集客できる媒体ぐらいの捉え方だったんですけども、まさにその通りでしたね。いや、私はね、テレビや雑誌や広告、広島電鉄の広告に麻雀店の広告がね、出せなくって非常に苦しんだんですよ。というのが、やっぱり麻雀っていうね、競技自体、賭博を連想させるということで、あらゆる広告者に断られてしまったんですよ。ですんで、広告出す場所もないと、口コミしかない、ポスティングもなかなかうまくいかないってことでね、行き詰まっていたんですけども、インターネットっていう世界はね、麻雀店は全然、発信できますんで使えるなと思ったんですけども、使ってるうちに店はなくなってしまったというね。で、今はそのインターネットの拡散力とか影響力だけを使って、隠居というものを広めてるかなと思います。35歳ね、当時35歳ですから、今では45歳になると思いますけども、こういった方たちももしかしたらね、本当に明るい隠居ではなくて暗い隠居、本当に日の目を見ないような人生があって、そこから、まあ、いわゆるね、軽犯罪に走ってしまったりとか、ひどい時には自分がうつ病になってしまったりとかあると思うんですけども、やっぱりね、人一人生まれてきて、その一人の人生をフルに生かせば、国や地域やそれから周りの人の支えがあって、そうするとその一人のエネルギーっていうのはものすごくね、社会を変えると思うんですよ。プラスに働くと思うんですよ。でもそういう人たちに救いの手を差し伸べずに人材を潰してしまうと、それをケアするための、まあ、マイナスのエネルギーって言っていいのかね、ちょっと不適当かもしれませんけども、
その人たちの生活を維持するためにいろんなね消耗が起きるのかなと思います。本人も面白くないと思いますしね、やっぱり人一人生きてきたらその一人のね、やっぱこう内側から出るエネルギーに世の中がこう呼応するような体制を取っていかなければならないんですけども、まあ世の中っていうとね、本当世の中って誰って話になるんで私あんまり好きじゃないんですけどね、世の中が変わらなければいけないとかね、社会が変わらなければいけないとか、一人一人の意識を変えていかなければならないっていうのはすごく曖昧なやり方なんですよ。ですんで結論ですけども、自分はどうする、あなたはどうする、俺はどうするってことでいつも問いかけてビジネスをやってます。私はね、この感染症の最中でも自分のことを信じてくれる方に突破口を生み出すための速化塾というものをね、隠居生活がゴールですよ。隠居生活を送るまでのメソッドっていうのをどんどんお送りしていこうかと思います。これからもね、そういう姿勢は変わりません。吉谷さんも変わらないと思います。で、一つですね。二つ目がね、これですね、老後破産です。私ももう50なんで老後とは言わないんですけども、老人の入り口ですよ。50歳といえば、50歳から10年経つと60歳ですよ。60から10年経ったら70歳、20年でもうね、私は老人になります。20年前は20代の若者でした。だから若者と老人のちょうど中間にいるのが私の世代ですよね。アラフィフ世代、50歳前、手前ってことですよね。47歳、48歳あたりです。ですね、この老後破産にならないように、もしくは老後破産になっても楽しく自由に生きていけるような、そういうふうなヒントをね、この中から探していこうと思います。まあ、ただね、このテキストの中にはやっぱりね、気の毒な人生しか綴られてないんですよ。老後破産したけどもハッピーみたいなのもあると思うんですよね。で、そういうのをね、やっぱチョイスしてバランスを取っていただきたかったかなと思います。最後なんですけども、実はね、中高年や老人ばかりではないんですよ。若者も、そして女の子もね、20代の若者の女の子も実は貧困に陥ってるというのがこれなんですよ。実はこの本の中にね、出てくるあるね、このアイドルさんなんですけども、これはね、私の知り合いでしてね、広島でアイドル活動してくださってて、それが東京に行って、テレビとかに取り上げられたりとかしたんですけども、今ちょっとね、なかなか難しい状況にいるということでございます。当時は言ってみればね、若く可愛いアイドルだったんですけども、あれからね、やっぱ10年経てばアイドルさんも10歳年を取りますんでね、そうなると心境の変化とか周りの人の変化とか生活の変化とかね、ステージの数とかも変わってきますんでね、いろいろと考えるところがあるのかなと思います。ということで、いつの間にか我が国日本というのはあらゆる世代に貧困が渦巻いてるんですよ。昔はね、貧乏ってものがあったんですよ。私の幼い頃まだありました。貧乏ってのはあったんですけど、貧困はなかった。この違いは何かっていうと、貧乏でもね、楽しく過ごしていた、そして美味しく食べていた、仲良く暮らしていたんですよ。貧乏っていうのは物がないんだけども、でもね、物がないのに足りないものはないって状態ですよ。そしてあれ欲しい、これ欲しい、あれをやりたい、これをやりたいっていう欲望は未来へのエネルギーに変わったんですよ。今はね、貧困、もうね、未来へのエネルギーに向かえないんですよ。10年後どうなるんだろう、20年後どうなるんだろう、30年後生きてられるだろうか。これが貧困の本当にね、寂しさというか悲しさなんだと思います。そういったね、貧困なり、貧しさなり、お金がないっていう問題、これを解決するためにビジネスっていうのはあると思います。そしてビジネスを提供できるのはビジネスマンだけだと思うんですよ。ですんで私はね、これからも隠居しながらでもビジネスってものは社会に送り出していきたいと思いますし、そしてね、ビジネスを手にした人はどん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 表現する、それからこれね、なんですかね、アウトプットする、こういうことをやっていただきたいと思います。情報発信がね、まず全然少ないです。こういったところからね、先ほども申し上げましたけども、こういったところからもどう楽しく幸せに暮らしていくかっていうものが全然発信されてない。そしてこういったところからどうやってね、理想の人生を掴んでいくためのウィニングロードを、駆け上がっていくのか、そういうサクセスストーリーも今語られなくなってきた。私ははばかりながら、麻雀店の赤字3000万以上をぶっ飛ばして、それを3年で、ね、1億3800万を稼いで、そして今ここで隠居しています。もう本当にね、家から出なくても全然 OK みたいなね。で、家のローンもない、一括で払ったね。それから他のものもランニングコスト非常に抑えてある。携帯電話も安くなった。もうね、何を言うこともないですね。でもですよ、なのにおせっかいにも私はビジネスを世の中に送り続けて、一人でもなんかね、おこがましいんですけども、自分らしい人生を見つけていけるように、収入の大きな力となるそのビジネスってものをね、手に入れていただきたいかなと思って、こういうふうに発信しております。最近はね、この2017年あたりから投資の方もしっかりと情報発信できるようになってきまして、特に FX はね、無敵ですよ。 FX はすごいですよ。
これからもね、FX は全ての人の金銭問題を救うものとしてお届けしたいなと思います。ただ FX っていうのはほとんどの人がお金を失う場所ですからね。ですんで金の奪い合いです。知能で知恵で勝つしかないです。テクニカルというものがありますけども、テクニカルを学んだ人、より学んだ人が勝ち、より学ばなかった人、身につかなかった人が敗北し、お金を失うというね、そういう厳しいゼロサムゲームの世界です。その中でもね、速稼塾に関わりを持った方、私の相場解説を見た方は負けないようにね、他の方に、学んでない方に負けないようにメソッドを提供したいと思いますね。で、ここでね、ちょっとお知らせなんですけども、私ね、実はインフォトップとかインフォカートに FX の私の、学習教材をね、ちょっと提供しようかと思ったんですよ。まあ、そうなると紹介料とかもありますんで、まあ、2、3万とかで出すわけにいかないなと思って、やっぱり価格的には2、30万になっちゃうんですよね。だからね、やっぱりよく考えて、これは私の放送を見てる方に廉価でね、誰にでも手の届くような金額でお届けしようかと思います。そしてその中身っていうのは、毎日講義をお送りする、毎日 2,3 分の、これをこの順番で覚えておけば、1日1日覚えておけば100日ぐらいで勝てるようになるんじゃないかみたいなのをお送りしていってね、今から始めていただければ、2021年のね、年明け前後、年末年始あたりからチャートを見て相場にエントリーして、そこから小さい資金を大きく増やしていく、それをコツコツコツ積み上げていって、2021年中にですね、資金の問題を解決できるような、そんな FX のメソッドをね、構築してお送りしようかと思っているところでございます。まあ楽しみにしておいてください。ということで、しっかりと宣伝も入れてるでしょ。これはね、速稼塾の宣伝ではなくて FX の教材の宣伝です。ですので、FX にご関心のない方は、まあちょっとお耳障りだったかもしれませんけども、きっちりとね、売るときは売らせてもらいますね。FX の教材は売るしかないですからね。これをね、タダで提供している時期もあったんですけども、タダだとね、なんかね、わかんないですけども、再生数落ちるんですよ。やめてください。どういうことですか？ということなんでね、有料でしっかりと販売させていただきます。それでは、いってらっしゃい。